おはようございます。ゆいです。ゆうすけです。はい、はい、今日は、はい、またもやまたもや朝ごはんパーティーでございます。朝好きやな。朝好き、うん、今日は何作るんですか？今日はホットケーキじゃなくてふわふわホットケーキを、ふわふわホットケーキ作りたいと思います。ワンランク上のやつね。そう、あのちょっと分厚めのやつそうそうそう、あのよく見るやつ、あのプルプルみたいな、プルプルのやつを作ってみようと思います。では早速、はい、作っていきましょうか。はい、では行きましょう、はい、材料紹介です。ホットケーキミックス 50g、 卵黄は2個、卵白は3つ、はい、はい、牛乳大さじ1、はい、レモン汁小さじ1、はい、グラニュー糖大さじ2、はい、水大さじ1、はい、片栗粉大さじ1、忘れました。忘れました。なんとかいけるかな、分からんけど、まあそんな感じでやっていきましょう、はい、まず、はい、卵黄に分けていく。むずいやんこれ、めっちゃむずいやつやで。苦手やん。おお、はい、チルン、ええ感じやん。はい、もう一個。楽しい。あ、やば。ああ。ああ。卵白三つ目。はい。お菓子作り？あんましやんもんな。うん。これの卵何に使う？余ったやつ。どうしようか。あ、1 2 3 4、買えよな。5、うん、6、ほんまにこんだけ？そんなもんじゃん。でもちょっともうちょっと入れてて、もうちょっと入れとこ。 OK。 小さじ1もなかったはい、いきます。はい、で、ホットケーキメイクスを入れる。玉は悲しい。潰さなあかんの。うん、で固めでいいらしい。あ、そうなの。バース、えい、結構硬い。でも硬そうやな。で、置いときます。はい、で、うん、卵白にグラニュー酸を6杯入れます。はい、2、3、4、5、6、レモン汁いきます。はい、うん、OK。うわ、ふわふわや、すごい。メレンゲ3分の1を入れるらしい。目分量いいか。うん、なもんちゃう。ちょっとか。はい、で、うわー、おー、おお、すごいすごい。おお、で、で、混ぜ終わったら、はい、残りのメレンゲさんたちを。メレンゲってすごい幸せな見た目やな。うん、雲や、雲やん、好きやん、楽しいなこれ今までただミックスでやるだけやったから、うん、楽しいわ。全然とかまらへんやん。これぐらいでいい？うん、いいと思う。で、優しく、うん、撫でるらしい。撫でる、撫でる、撫でるよ、撫でるよ。おお、すげえ。何が、何が、え、あの、何やろ、めっちゃふわふわ。嘘、ほんま幸せな気持ちのふわふわやで。すごいもんだって。うん、すごいよ。やばいな。気持ちを穏やかに、優しい心で卵黄と卵白を包み込むように、親のような気持ちで。はいじゃあこれで作っていこうか。うん、弱火
薄く引くみたいです。スプーンでいこう。トロトロすぎかな。どうなるんやろ。あ、薄力粉ないからちゃん。トロトロすぎかもしれへん。いけるやろ。こんな広がっちゃうもん。あ、もっと高さが出る予定か、うん、確かに、まあ、高さ出していったらいいか。うん、ちょっとずつ焼いてちょっとずつ高くしていったら。で、ちょっと高さ出していこう。広がらんかな。お、広がらん広がらん。あ、結構あかん。結構怪しいセーフ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 。もうちょい固まってからやった。あ、やばい。やだん。まあ。まあ一回。蓋する。蓋して様子見よう。形が。形どうした？でもこれいい感じない。うん。そいつ大事に守っていってよ。はい、了解した。怪しい。あかん。垂れた。むず。怪しい。あかん、危ない、手やばい。難しいね、これ、めっちゃ。いや、でもええ感じちゃう。流れないようにって書いてたもん。許された。メロンパンみたいな。おお、たそ片栗粉やな、これは絶対に。ぽいな。垂れるで。うえぇ、あやらかしい。ビヨーンってなってんけど。何がくっついてたの。あ、ぐしゃってやってもらっていい。あー、しゃあないわ。落ちるて、流れるて、あがんて、あかん。形ないや、これ。いけるよ、あなたならできる。いっちゃんこの人が、まあまあ。そうやな。もっと高さな。欲しいな。流れていく。やばいわ。もう、やばい。やばい。いいっちゃう、回数も来る、まだいっちゃうか。ひっくり返します。おい、痛そう痛そう。いくで。はい。うい、お、なんかいいの。なんか鼻くすれてる。耳生えてんねんけど。もういっちゃおう。うん、いいけど。ん、フェイクや、フェイク。おー、やばいって。やばい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 。あかん。あら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 。おおー、めっちゃ綺麗。この人焼けすぎか。ちなみ、おーおー、だいぶ高さ出てきた。いいやん、いいやん、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。上がる。見てこれ、店のやつやん、これ。いい感じや。早く取り出したい。チラ見、チラ見もう一回出し。回転焼き。いいよ。もういけんじゃん。いけそうやけどな。どっちに行くで。おお、ぽいやん。ぽいぽいぽい。おお、おおおお、ぽくない。いい感じ。あ、問題児来た。あれ、すごい形上がんな、これ。そっち向きでいこう。つかむ。いや、でもいい感じ。いい感じやん。はいはい、どうでしょう。いい感じです。こっちからもできるよね。うん、バターいこう。じゃん、おー、うん、いいやん。食べてみる。食べてみようか。めっちゃいいやん。
はい、完成しました。完成です。なんか時間経ったらへこんできたな。へこんできたんけど、あれ沈んでるなんかペタンとなってきちゃった。なんかちょっとね、難しい、柔らかかったな、生地。柔らかかった。まあ、初めてでしたわ。いい感じちゃうかな食べていきたいと思います。いただきます。これつける？うん。パーってやる。パーってやって。うわ、みちさん。いけるいける。おりゃさあ、食べていい？うん、さっき食べて。炊き食べて。うん、硬いね。あ、表面だけちゃう？うん、うん、中は柔らかいわ。うわー、へこんでる。あれあれ、思ってるやつと違うな。ちゃうな。普通のホットケーキに見える。うん、うん、ふわふわ。うん、普通のホットケーキではない。ではない。ちょいふわケーキ食べる。食べる。おいしい。食べてばっかやな。うん、ちょっと、もうちょっと多分ふわふわならな、皆さんの。いや、美味しい美味しい。なあ、ふわふわやな。なんかでも、もうちょい修正できそうな感じのふわふわ感やな。うん、もう詳しいな。うまいけどな。うん、美味しい美味しい。感じ一瞬じゃなくなるやんでも口の中入れた時にホワッとしてるからすぐなくなる。うん、これは、まあ、もはやゼロカロリー。出た女の子の必殺技、雲のようにゼロカロリー。うん、こんなのよ。これ朝出てきた幸せやな、うん、余ってるやつ作っとこう。おお、再チャレンジに行きました。はい、はい、余っとる生地でもう一回。またまたペチャンゴなんてフライパンから揚げたてのときはいい感じだよね。難しいな。出来たて、あ、やば。いけるいける。切ります。はい、お願いします。やらかやらかい。やらかい。じゃあうちこの端っこ食べる。また端っこ食べる。なんでパンの耳やら端っこばっかり。うん、うんうん、変わった。なんかちょっとだな。え、あれ、うん、ちょっとしっかりしてんな。うんうん、ちょっと卵感が強い。確かに。でもいいんじゃん。うん、1個目の方がうまかったな。うん次は、すぐ作るときはな、もうちょっとレベルアップして。うん、なんかこういう2人で何か作る系で何か見たい動画とかあればコメントください。はい、はい、お願いします。ふわふわパンケーキはもっとうまくね、うん、作れるように練習しておきます。はい、はい、ではこんな感じで、美味しそう、食べたいと思った人チャンネル登録高評価お願いします。